カールハウストスティモレオン・マリア・フォン・リヒノフスキーは、ドイツプロイセンの貴族、政治家。モラビア・シレジア地方の大領主、リヒノフスキー公爵家の第五代当主。歴史家のエドアルト・フォン・リヒノフスキー公爵と、その妻のエレオノーレ・フォン・チヒ・伯爵夫人の間の、次男として生まれた。1848年の革命騒乱の中、兄のフェリックスが、 フランクフルトアムマインでボートに殺害されたため、公爵家の家督を継いだ。1847年から1848年まで、プロイセン統一議会の議員を務め、1852年から1854年までは、プロイセン両方議会の、1854年からは、プロイセン貴族院の世襲議員を務めた。自由保守党に所属し、 1867年には来たドイツ連邦議会の1871年にはドイツ帝国議会の議員となった。また、主ジ寺ン州議会の議員をも務めた。プロイセン軍の名誉的な陸軍中将にも任命されている。1859年5月2日にパリにいて黒い公爵家の公女であるマリー・ホン・クロイと結婚し、毎日何二女の三人の子女を設けた。 長男で、後継ぎのカール・マックスは、外交官となり、長女のカロリーネは、レーデルン伯爵夫人、次女マルガレーテは、美術史やカロル・ランツ・コロンスキ伯爵の夫人となった。スペクト、フリツ、シュワバ、ポール、大イライクスタグスワラン本1867ビス1903、アイネスタタスティックでアライクスタグスワランネブストデン、プログラマンでアパーティングントアイネムベルジーシュニスでア、 グリュアルトンやブジョードネトンにウフルベルリンバーラグカールヘマン 1904S89 ありがとうございます。